宮島丸は日本国有鉄道西日本旅客鉄道の宮島航路の船舶である。同系船に未千丸がある。ここでは宮島丸、未千丸もに記述する。宮島丸、秋丸に代わる宮島航路の船舶として建造される。従来の宮島連絡船が可客船であるのに対し、カーフェリーとして計画、建造をされた。 従来1から2台の自動車積載に対し、4台の積載が可能である。宮島丸は1978年9月18日、三千丸は同年7月28日に内海造船で竣工している。帰港日は同じ日であるが、宮島丸の建造が遅れてしまったという。そのため、宮島丸型であるが、先に竣工したのは三千丸である。 就航日は、宮島丸は1978年9月27日、未仙丸は同年8月10日である。外観上は同一であるが、総トン数が異なる。未仙丸は未仙丸の就航により、1996年4月25日に運航を終え引退する。宮島丸は、宮島丸の就航により、2005年に引退予定であったが、七浦丸の乗客負傷事故。 および、宮島丸が試験航行中に、松大気船側の桟橋に衝突する事故が発生した、ため、引退は延期。2006年5月23日に引退となった。宮島航路で、宮島丸、宮島丸の名称の船舶は5隻ある。宮島丸は、山陽鉄道時代に、宮島航路での運航を終えているため、歴代の宮島丸には含まれない。ありがとうございます。